尾道中学校、高等学校は、広島県尾道市向島町に所在し、中高一貫教育を提供する、私立中学校、高等学校。古くから水泳の歴史で、広島県は中枢を担ってきていたが、徳田和臣のスパルタ教育で、全国一の競合だった、三原美中出身選手の受けざれ2967年、尾道高校に水泳部ができると、 当時としては、珍しい屋内プールを作るなど強力なバックアップを、指揮、翌1968年の広島全国高校総体で、白パンツ旋風を巻き起こし11の高校審をマークし圧勝。1969年、鶴見治が監督に就任すると、さらに実力を伸ばし高校総体5連覇を含む、優勝9回、1976年、 モントリオールオリンピックでは男子水泳代表選手を全員尾道高校現役か OB で固めるという空前絶後の黄金時代を築いた。またこの尾道高校の出身選手を広島に残そうと広島の水泳関係者の尽力で広島市内にできたのが藤田ドルフィンクラブでここで育った田口新京が1972年ミュンヘンオリンピックで金メダルを獲得した。 小野道高校と藤田ドルフィンクラブには全国のトップ選手が集まり1970年代、広島は日本の男子水泳の中心になった。しかし世界を目指すエリートたちの水泳部は高校のクラブ活動の限界を超える諸問題があり1979年、鶴見監督と主力選手が中京高校に転校した。チームはもちろん、その後弱体化し、現在では 温水プールも取り壊されているが、OB の田口が、柴田愛良を、田口の尾道高校時代の同級、石森昭治が、小川津やらを育てている。2004年度、第84回全国、高校ラグビーフットボール大会に初出場。近年では、躍進を遂げており、全国高校ラグビーフットボール大会に13年連続14回目の出場を果たしており、 2014年度の第94回全国高等学校ラグビーフットボール大会では第3位に入るなどの活躍をしている。野球部もここ数年上位に進出している。ありがとうございます。